航空通信にモールス信号。空港でモールス信号を使用していると聞いて空港へやってきました。滑走路の脇にある UFO の形をしたようなこの施設、超短波全方向式無線標識施設、略称 VOR。 VOR は航空保安施設の一部で、航空機の飛行コースを提供する施設です。 VOR から発射される全方向に位相が一定な基準位相信号と、方角によって位相が遅れる可変位相信号が発射されており、航空機の受信機でこれを受信し、2つの信号の位相差を測定することによって航空機の方位を知ることができます。この VOR の標識信号についてはモールス符号により送信することが無線設備規則に規定されていて、今でもモールス信号が使用されているわけです。VOR の施設は全国に配置されていて、国土交通省の告示で場所、周波数、識別信号、運用時間を知ることができます。ワイドバンドレシーバーで聞いてみます。電波法第59条秘密の保護の条文に照らして、モールスは私が VVV を打っています。あくまでイメージ映像です。航空図には VOR の情報が記載されていて、その局のモールス符号が書かれているので、モールスの知識がなくても分かります。モールスではなく、音声によりアナウンスする局もあります。日本の飛行機、日本号が初めて世界一周を行った時、乗員していた無線通信士の伝聞が新聞の一面を飾りました。更新を聞きながらの空港見学も楽しいですよ。あなたもモールスを聞きに空港へ行ってみませんか？